柏崎駅は、新潟県柏崎市駅前一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。新潟県の中越地方に位置する柏崎市の代表駅で、中心市街地の南側に位置している。JR 東日本と JR 貨物が共同で使用し、新越本線を所属線とし、当駅を起点とする越後線を加えた2路線が乗り入れている。 ただし、JR 貨物の第二次鉄道事業の路線は、新越本線のみである。また、JR 東日本が運行する旅客列車の発着はあるが、JR 貨物が運行する貨物列車の発着は1997年以降、なくなっている。1日、約2000人の乗車客があり、普通列車のほか特急、白雪や、快速、楽々、トレイン新越、 おはよう、新越が停車する。駅の開設は1897年である。開設当初は北越鉄道の運営であり、柿崎方面からの終着駅だった。1912年には越後鉄道が乗り入れた。北越鉄道、越後鉄道の両者は国有化されたため、柏崎駅は国有鉄道の運営となっていたが、1987年の 国鉄分割民営化によって、旅客営業は JR 東日本が担当、貨物営業は JR 貨物が担当する形態に変わった。駅の設置は土地の寄付により、美和島村大技同学心に決定されたが、低質な地であり、戦後まで洪水に悩まされた。改装前の柏崎駅地上駅で、ホームは合計2円4四線ある。 駅構内南側のホームは2本の線路がホームの南北に接する島式ホームである。改札口には発車表が設置されている。北側にあるホームには駅舎が設置されており、ホームの南側が1番線に接し、ホームの北側の駅舎より東側が0番線に接している。なお、0番線は車止めが設置された行き止まり式となっている。 ホームに接する線路ほか、構内には車両留置用や貨物用の側線が設けられている。ホーム間の移動手段としてバリアフリー対策のエレベーターが併設された古戦橋が設置されている。直営駅で管理駅でもあるが、当駅は自営単独管理である。改札口には自動改札機が3台設置されており、スイカ等の交通系 IC カードが利用できる。 ただし、当駅周辺のスイカ新潟エリアは、新越本線下りは、区内駅北の各駅、上りは、直江津駅のみ、越後線は、吉田駅以北の各駅でのみ、利用可能で、以上3区間内に所在する各駅との往来のみ、利用が可能である。当駅は、自動改札機が設置されているが、スイカ一部対応駅のため、スイカの発売、払い戻し、 再発行は取り扱っていない。最寄りの対応駅は、区内駅となる。駅舎内には、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、指定席券売機、待合室、自動販売機、売店のニューデイズ、化粧室などがある。出入り口は、校内北側だけに設置されているため、駅南側へは駅舎を出て、 東側に進んだところに設けられた地下通路を通り抜ける必要がある。柏崎オフレイルステーションは旅客駅舎の西側にあり、JR 貨物柏崎駅に属するコンテナ集配基地である。12フィートのコンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が南長岡駅との間で1日号店を往復運行されている。かつては柏崎駅には、 貨物列車が発着し、コンテナは列車で輸送されていたが、1997年にトラック輸送に切り替えられ自動車代行駅となった。その後の2006年にコンテナ部門は柏崎をフレールステーションに変更された。柏崎駅の東側には2001年まで日本石油加工柏崎工場があり、駅から分岐し子の工場へ向かう専用線も存在していた。 1983年の専用船、一覧表によれば、作業キロ0.6キロメートル、総延長キロ1.8キロメートルで、校内作業は、日本石油輸送の機関車が行っていた。専用船の付設は、柏崎製油所新設の翌年の1900年である。専用船では、原油や石油製品の輸送が行われ、ピーク時の1970年代には線量余りの、 タンク車が出入りしていたが、トラック輸送に切り替えられ1998年に廃止された。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1568人である。近年の推移は以下の通りである。新潟県統計年間によると、2018年度の発送貨物は15100トンである。 1993年度の発送貨物は10万7122トンであり、1996年度まで10万トン台を保っていた。だが、日本石油加工の専用船が廃止された1997年度に7万5000トンに減少し、1998年度には1万トン台まで減少した。その後も1万トン前後で推移していたが、 2003年度から増加に転じている。近年の推移は以下の通りである。なお、1993年度から1998年度の単位はトン、1999年度以降の単位は1000トンである。海側の北口は正面口として機能しており、駅前から北側に伸びる新潟県道37号、柏崎停車場線は歩道部分に アーケードがかかる商店街となっている。この通りや西本町交差点で交わる東西方向のピッカラ通り、及びその周辺には商業施設や飲食店、金融機関、宿泊施設などが軒を連ねる。さらに北側には県立高校2校や図書館など公共施設が集中する地区があり、私立陸上競技場やプール施設、 新潟県立柏崎アクアパークも立地する。駅西側には宇川が流れており、川口周辺の海岸は海水浴場や港町海浜公園として整備されている。駅東側には市役所や柏崎市文化会館、アルフォーレ、駅前公園が立地する。南側には東西方向に国道8号が走り、郊外型の家電量販店などの商業施設がのを、 ずらねるが多くは住宅街となっている。北部方面のバス路線図南部方面のバス路線図2019年4月1日現在、越後交通が運行する路線バスと同社及び共同運行する区引自動車、西部バス、南海バスの高速バスが乗り入れている。路線バスについて詳細は柏崎市公共交通ガイドブック及び 越後交通柏崎地区時刻表を参照。柏崎駅前バス乗り場を発車する東循環バス、ひまわり旅客貨物。ありがとうございます。